ダムヌーンサドゥワック軍は、大中部、ラーチャブリー県の軍の一つ。ダムヌーンとは、行く。サドゥワックは、快適という意味であり、ダムヌーンサドゥワックとは、快適に行くという意味である。ダムヌーンサドゥワック水上市場1866年、ラーマ4世の命でターチーン川とメイクローン川を、つなぐための運河が建設された。水上市場で知られる。 ダムヌーンサドゥワック水上市場は1967年に観光スポットとして作られた。ダムヌーンサドゥワック郡は海抜がほぼ0メートルの平地にあり、いわゆるチャオプラヤデルタにある。この地形を利用して農業用あるいは運搬用に作られた細かい運河がパーシーチャルーン運河を中心に網の目のように設置されている。交通は南北に国道号線が通っており、 北はバーンペイ軍、南はサムットソンクラーム方面に通じる。軍内の経済のほとんどが農業で果物畑や稲作などが盛んに行われている。ダムヌーンサドゥワック軍には13のタムボンがあり、その階に105の村が存在する。軍内には2つの低サバーンが存在し以下のようになっている。これらが管轄する地域以外は11のタムボン行政隊が行政を。 行っている。以下は、軍内のタムボンの一覧である。タムボンダムヌーンサグワク、タムボンプラサートシット、タムボンシースラート、タムボンタールワン、タムボンドオンクルワイ、タムボンドオンクラン、タムボンブアガーム、タムボンバーンライ、タムボンペーンプワイ、タムボンシームーン、タムボンターナット、タムボンクンピタック、タムボンドオーンパイ。ありがとうございます。